お疲れちゃんさらです。今日はですね、こちらのエリポンフェニコレやっていきます。というわけで、最近こちらのデッキが流行っております。もともとなんかエリポンぐらいって今までも使われてたんですけども、まあそれのスケドラですね。スケドラの枠がフェニックスになったことによって、このゴーレンの後ろにフェニックスいるだけでめっちゃ強いやろっていうね。今まではファイボーとか打たせてエリポン貯めるとかっていう感じだったんですけども、とりあえずフェニックス最強なので、ゴレンの後ろにつけたら相手処理できねえよっていうので、マジで強いんでね、はい、今日これでやっていきます。で、ゴルナイの枠はなんか3パターンぐらいあって、ダクプリですね。主にはダクプリなんですけど、なんかね、ちょいちょいエリババの人もいます。はい、なんでまあ持ってなかったらダクプリだったりリュウババでやってみてください。で、フェニックスはまあなかったらスケドラというわけで、こちらのねエリポンゴレで、はい、トロ上げ、リーグ上げをねやっていこうかな。なんかまあタルババがボンバーの人とかもいるので、まあ、ぶっちゃけなんかね、中身はそんななんかこれじゃなきゃいけないっていうのはないっすね。まあライドラは必須ぐらいかな。はい、まあ、フェニックスいるとマジで強いです。てかスケドラ型とかだと多分フェニックス型に勝てないっすね。うん、というわけでなんか後半形組んで、もうゴレフェニックスゴルナイトルネダッシュ、はい、まあ、とかしとくと多分あれで、あのぐっちゃぐちゃになるんでね。よいしょ。まあ、あとは、まあ、フェニックスもライドラも、まあ、ゴルナイとかも、モンクに対してそこそこに強いので、よいしょ。モンク対策にもなれると。マジ暇なな、これ。さ、暇なので、お、ゴルナイが卵やれ。えらい、えらい。あー、えらく見えないです。さ、もう俺痛いですね。あ、ダッシュもマジで下手。まあ、ですが、ここはね、相手もエリポン使ったので、エリポンじゃねえ、ポイズン使ったんで、まあ、いっか、一旦ね、ゴレ展開しちゃおう。で、これはスケル打たれるんで止めてあげて、タルだけで受けるっていうのが、まあ理想かな。タルももしかしていらないぐらいかもだけど。一打ってあげるか。さあ、今みたいな端前これ止めてなかったら、やばかったですね、と。で、まあトリトンとザッピーとかもあるので、そして、ね、早めに追加の追加の、ゴレ内追加まで行きたいですね。よいしょ。うわ、相手のザッピーすげえなんか優秀っす、散らかりが。でまとめてあげてこのダッシュ、はい、まあ、これがこのデッキのなんか一番強いみたいな感じなんですけど、めっちゃ綺麗に守られました。はい、やばいです。打たれてからランバー当たるでいいかな。さあ、何もされなかったので、ここは無視でいいか。というわけで、スケキンザッピー墓石の、なんか、ちょっと珍しい方のスケラスね。あんま入れちゃいたくなかったけど。さあ、シャアなしで耐えましょう。この弾が壊したいな。OK。さあ、こんな感じで耐えたら、なんならこれだけでカウンターになる。で、ポイズン使ったんで。エリポン、まあ、結局ね、何が強いってこのエリポンフェニックスなんだよ。で、一応ここはしっかり警戒をしてあげて、後ろ下げてあげて、しっかりスケラは抑えるよと。まあ、スケラのダメージさえ抑えてしまえば、相手のね、これはなんとかなりそう。なんとかなりそう。なんなら、ここでもう一回。あー、今延命できたら熱かったですね。さあ、この攻めだけでも相手は結構きついよと。で、まあ、ユニット残ってるんでね、ちょっと行っちゃいます。で、端前来たら止めます、なんでも。止めると、相手のスケラは抑えられます。この端前の目さえね、徹底しまえば。まあ、あとはこれ、えぐいカウンターっすよ、これ。で、こうなると、相手は絶対棒ポイしないと止まんないっすよ。はい。ってなったら、またエリポン置いてっていう。まあ、もう3倍タイム来るんで、置かなくてもいいかも。さあ、トルネで、まとめてゴルナイダッシュ。はい、犯罪です。で、ポイズンだとライドラもフェニックスも何もかもが残りません。はい、っていう相手もね、結構防衛もうまかったですし、足前の攻めもいいんですが、すべてね、あの蹴散らせます。これがフェニゴレです、ここ最近のね。まあ、スケドラ型でももともと強かったんで、まあ、それがさらに強くなったよねっていうやつですね。ゴレフェニックス、マジフェニックス攻撃速度も速いし、なんだろうね、最強なんですよね。とりあえず呪文に強すぎるっていうのが、ライトニングでも多分知らなかったんで、
ライトではさすがに落ちていい気もする。いやーこれマジで相手ポイズン使ったんで普通にエリポン来たいんですけど回ってないんで、まあこれ展開してポイも打ってるので相手も攻めにくいでしょうと。うん、さあ遅延スケラっすね。いやスケラが溢れてる。うん、あでも相手ベビドラだったんで、もしかしてフェニックス乾燥してないぜですね。てか乾燥してなくてもいいのか、11でいいからね。さあマジ一旦このゴレフェニックスだけで熱いなら、うん、よいしょ。ゴルネにタギ行かねえから、そのために追加したんですけど、あ行かなかった。さあここは無理せずほどほどな攻めでポイズン使ってくれたのでエリポンです。いやもうこれさっきも見たやんっていうね、勝ち確の流れです。はい、これスケラキつきそうだったらもう端前止めっすね。はい、止めるの遅れたと思ったらトルネで下げるなり、タゲ取られなければね、スケラってそんな入んないんでね。うん、さあでまあここはケツゴレ行くとさすがにこのナイトに合わせてスケラも来ちゃうので一旦守っちゃおうぜっていう。うん、よいしょ。このデッキはね、ゴレエリポンではあるんですけど、エリポンなくても成り立つよねっていう、ずるいデッキなんでね。はい。ここでまた次エリポン行きます。さすがにマスケラ打てないんでね、相手。置いてあげて。うん。辛そう。マジ強い、これ。さて、ポイズン使いましたよの、さあ、ケツゴレ。で、逆サイバー来そうだったらね。まあ守ればいいかなと。これまあ最強っすよね。てかポイズンがこの今の環境っていうかフェニックスのメタなんですよね、呪文だと。そうまあポイかまあ最悪ロッキーみたいな感じなんですけど、まあ、そこに対して強いんでこのライドラフェニックスっていうのが。でヒーラーとかヒースキーとかあったらもっと熱かったけどね。いやめちゃくちゃいいボイコーされてるけど全部残ります。はい、全部残るんでゴルネンのダッシュを忘れてるやつがいる。これやな。いやマジで下手。まあでもあのそんな知らんがっていうレイジブッパ。まあこれでね卵もなんならおかえり、いやーおかえりしてくんないのやばいし、なんならちょっと残っちゃってるの。これフェニックスから入った方がよかったかも。さあ警戒してしっかり守ります。うん、さあ一発でなんか持っていけそうでしたけども、なんかね綺麗に守られちゃいましたよねと。さあライドラちょっと真ん中目にねゴルネイム追加。もうこっから行くだけなんでね、僕はちょっとアイシーズ吸っちゃおう。でもしかしたらですけど右のフェニックスがめっちゃ強い、右じゃない左の。さあ、まあ、勝ちですよと、まあ、同じっすね。もうスケラはスケラはね、スケラのダメージ端前だけ止めてしまえば絶対そんなダメージ受けることはないので、竹取られちゃうとねほんと痛いんだよね。そこだけ警戒しながらやるとまあ一緒いいっすね。やばいよね、環境でフェニックスが強いからフェニックスに対してポイズンがめちゃくちゃいるのにそれに対して強いっていう、マジ環境メタというか一番美味しい思いをしてるデッキですね。環境で文句も入ってなくてフェニックスだけあれば組めるよと。よいしょ。うーん、クローンか、これ。来たっすね。重いなぁ、なんか。まあ、これ、ゴルナイぐらいで抑えれそう。しかも、フェニックスが、まあ、これだけ残ってもみたいなとこある。うわぁ、巨変人の、フェニックスいるかわかんないけど、巨スキクローン。いやぁ、安っすね、マジで。使うときはいいんだけどね、使われるとマジで。やばいな。わぁ。すぐ来るような顔してましたね。まあ適当に。遅れて陸で間に合わねえかな。あ、間に合いませんでした。ワンチャントルネで。トルネで。うわっ痛い。これはでも、相手は、そんなコストないのに、やってます。なので行きます。しかもここは何も使わずにフェニックス追加まで行きます。いやでもフェニックスの火力じゃ足んないかな。
タル追加の、いやフェニックスマジでお帰りしてほしい。お来た、持っていけ、嫌な目使う。おい、あっ、これだけでダメージが逆転。でもゴレない時のランバーフェニックスライドラとか、もうこのユニットの攻めだけでも強い。よし、さあこのねライドラとかも残しちゃうと、でフェニックスつけて巨石来てもその巨石を溶かしちゃう。なんならトルネでダメージを稼ぐのもなんかできた、ありではあるが、あ、ここはさすがにライドラの関連で早々にしばきたい。でこのまま置かなくてもいいだろうっていうエリポンを置いていくと、でちょっとやばくなると。うん、いや、いいよ、相手がやなめだけなんだね。さすがに勝ち確か、まあ、ガゴとかちょっと嫌っす。もう嫌だ。一応守って、さあこれもこの残りで勝てます。はい、はい、相手もミスってるんですけど、さあセブントルネもして、今回はゴーレムはお休みですっていう周りが強い。三重種もね、ゴーレムも何でもっすよ、ここ最近三重種も言うたな、もう全部この周りが強いんでね、結局周りだけでもデッキとして完成しちゃう。フェニックスだけ、フェニックスがもう攻めカード、ゴーレムとかじゃない、ホグじゃない、バルーンじゃないのよ、スケラでもラバでもない、フェニックスが攻めるんだよ、こいつが強いんだよ。はい、リポン、まあもう右下ぐらいだと一発ですら抑えれてたんすかね。さあリポン来たいですね、コカッちゃんだ。まあロケ来てもフェニックスどうせ起き上がれるんで、まあ来たら来たかなみたいな。もう一発飛んできそう。さあまあダメージちょっと受けちゃうんですけど、これもあのさっき言ったこのユニットの攻めっすね、まあ、ワンチャンロケ用に回避ゴルナイで、しかも卵がお帰りで、ユニット次第ではスメトルネで引っ張って、はい、ボコボコこんな簡単でいいんか、やばすぎる。でロケ使ったんで次のエリポンがね残るよっていう、これやばくない、なんかもう意味わかんないぐらい強くないですか。てかまあ最近のデッキってどれもその今までのクララからして明らかにおかしいぐらいのなんか強いデッキあるんですけど、まあこのデッキもなんか意味わかんないぐらい強いですね。タワーってそんな簡単に折れていいものなのか。はい、というわけでまあ一応ゴレデッキなので、まあゴレ展開して攻めますか。まあこの瞬間マイティ同棲来たのも全回収ですね。さあゴレフェニックス、これまあどうやって守るんだろうね、守り方が分かんないです。僕もなんかゴレフェニックスとめっちゃ戦ったんですけど、めちゃんこしばかれました。はい、なんでゴレフェニックスに対しての正解のデッキはねマジで PS ぐらいしかない。うん、もう気合で守るぐらいしかない。よいしょ、うん、で呪文で守るときついよと。よいしょ、まだ組むだけですね、さすがに。まあエリポンもちょっと強いのかなとか、まあ、エリポンフェニックスのデッキがあるんだよね、それだけで成り立っちゃう。でまあライドラね、ちょっと位置をずらすことで相手のロケも打ちにくい。さあ、で、吹き矢は、引っ張って、まあ、守らなくてもいいけどね。まあ、守っとけばもう。はい、絶対負けない。マジでやばい。マジでやばい。さあ、最強クラスですね。まあ、流行りのデッキにはって感じかな。あとは、まあ、今までのテンプレがもう全部死んだっすね。まあ、言い過ぎかもしれないんですけど。まあ、枯渇デッキぐらいは、まあ、ギリ残ってるんすかね。ちょいちょいぐらいですけど。
本当に、なんだろう、かわいそう。テンプレという概念がね、なくなってしまうのがこのデッキ。このデッキ、そしてこの環境。まあこれ結構やばいんですけどね、僕。普通にやばいんですよ。これはもう、いっぱい来て、あ、でも、うん、いっぱい来て。うわ、あっち行ってほしかったな。しかも、トゲもない。これだってやばいんですよ、マジ。いやー、いや、一旦耐えた。あ、しかも、まあ、一本折れてるんで、まあ、そう考えたら許せるんですけど、痛い。そう、やばいですね。なんか、エリコレは、やばい。ヒーラー分の、このドラドラ対決って相手だけヒーラーがあるんで、単純に負けるっていう。さ、弱点がエリゴレっていう、まさかの、さらに上のゴリ押しの方がきついっていうやつか。これでもめっちゃ強いんだけど。まあ、早めに溶かしたい。うん。さ、即溶かしの、耐えっすかね、ここは。フェニックスは生まれてほしい。生まれないか。まあまあまあ、守るの大事っすね。これしかもエリポン、そう、もう今のね、やなめの通り。エリポンがきついというわけで。いや、矢沢くんか。さあ、エリポン貯めて守って、最後ユニットカウンターで勝ちたいっすね、僕は。うん。さあ、ここの戦争を勝てるかどうかみたいな。ランバーぐらい行ってね、あっちにこそ使わせるのもあり。うん、やばい、ちょっと。マジで何がどうなってるか分かんないけど、耐えたので相手には絶望だけ。おい、来たー、エリゴレイ、お疲れ様です。グッドゲーム。危ねー。まあエリゴレきついっすね。多分普通にエリゴレヒーラードラドラレイジーヒースピツイカーとか多分されるだけで、まあ終わるかもしれない。まあそれはもうしょうがないっすね。初っ端にエリポン貯めて一本おられるかもっすけど、最後に折り返してキングまで持っていければ勝ちみたいな。やっぱこう、勝つためにはね、このタワーを一本捨てるっていう判断も大事ですから、守って、一本も守って、タワーも守って、みたいなね、すべてを手に入れるのはやっぱ不可能なんだね。さあ来た。これは、入りごれじゃないか。いやマジ、やばすぎだろ。同じで来よ。しかおらんよ。さあ、まあこれは、きついです。まあこんな感じで、ドラゴンだけでやった頼んで、卵から生まれねえのかな。まあやだめ使ってくれたんで。まあ、樽転がしても結局、ヒーラーで回復されちゃうんでね。まあドラゴンだけで耐えて、おとなしく、エリポン置くのがいい気がします。うん。で、ちょっとライドラとかね、マジフェニックス残ってると、本当にこんな感じにユニットつけとくだけでね、相手からしたらね、うわーって、めんどくせーと思って防衛してくれるんで。これトルネでなんか耐えれそうだな。うん。さあ、マジエリゴレ、攻撃速度か攻撃のなんかがって強くなってるんですよ。これ言ってよさそう。さあ、でランバーのレイジでフェニックス出ます。なんか今日のマッチアップやばいね。スキラスキラエリゴレエリゴレみたいな、同じ試合しかないんですけど、そう
ういう環境ってことで許してほしい。うん、まあでもこう見たらね、エリポン強いし、ライドラーとかも相手なんか突破できなさそうみたいな。うん、これ安っすね、マジ。相手のライドラが残ると渋いです。いやー危ない、マジで。これで結構ギリギリって考えたらね。さあこれこそね、許容して真ん中ゴルズンでもいいけど、ゴルよりも多分こういうユニットの方が強いと思うので、さあダクネしばいてもらって、俺は左攻めたいんだね。はい、わーすごい。ちょ、まあ、卵延命したい。あー卵、卵延命いきます。え、てかマザネクいる。ちょっと待って、いた、そんな感じ。さっきまで、やばいやばい。え、しかもシシャリ取るにしてる。え、ちょっと待って、俺負けるかもしれない。待って、やばいやばい、マジ勝ち確だーって思ってて、はい、うっ、やば、ヤナミサップで落ちる、あれ。ちょ、マジでやばいやばい、勝ち確だーと思ってて、そう、なんか真ん中マザネクぐらい来るとね。よしよしよし、危ねえ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 、おい危ねえ、マジでエリゴレエリゴレやべえな、マジで。攻撃速度速すぎて気づいたらめちゃくちゃダメージ負っちゃってますね。もったいないな。さあ、いや、いい感じではある。文句をでも使ってないと使いたくなるね。あの反射がやっぱ気持ちいいんだよね。さあ、スキャイスピー珍しい、枯渇化 2.6 ホグか。おー、クロス、うわ、文句欲しい、マジで。文句あればもうクロスも反射すればいいんだよ。さあ来ましたね、さすがのクロス。いや強い、偉い。まあでもクロスに対してもフェニックスマジで強いんで、まあ序盤はエリポンいてフェニックスゴルナイとかで耐えて、まあ後半またね、ゴーレムの後ろでフェニックスと組めば相手の方が辛いはず。このゴルネの枠が文句とかだったらね、もうクロスメタル。うん、さあリポンで、ここで、まあ、ゴーレムをどうするかで、まあ、出すならこのちょっと上の位置ですね。よいしょ。こうすると端前クロス相手にしてもこのゴレでタゲ取れるんで、まあなんか攻めるゴレってよりかは耐えのゴレですね。よいしょ。このゴレでタワーを折ろうっていうわけではなくて、まあ、2倍タイムまでの時間稼ぎができたらいいなっていう。さあこのタル転がして、あ、ゴーレムの破裂をね、破裂をというかタゲをタルに生かしてこう。さあファイブを使ってるんでリポン来たいっすね。まあ、クロスとかはちょっと怖いかも。よいしょ。まあエリポン来ますか。まあ、逆クロス来たらライドラランバーで守るし、一旦リポン置いて、うん、ゴルナイ走りてえな。なんかゴルナイの仕様変わったらしくてね、あんま詳細詳しく出てないんですけど、なんかタワーをタワーに向かって走れるようになったから、なんか走る角度がなんかえぐいことになった。実践してもう見せるしか証明方法がないんですけど、さあこれあのケツゴレ良くないです。はい、来ます。あ、でもこれは
で残しますしっかり。残してカウンターです。お、このテスラ壊さしてくれたらもう終わるっすね相手。さあ、あとはもう走らせよう走らせ、いってらっしゃいのマジで全ダッシュ。終わりでしょこんなでファイボとか打っても次フェニックスが卵になるんで、おい。さあ結局でも甘えたかもっすね、もしかしたら。まあでも後取ってて守れるからいいかなっていう判断ですね。そうです。はい、というわけでこちらのねエリポンゴーレム、いやここ最近めっちゃいますね。なんかいろんなヘニモンデッキあるんですけど、結局全てねこの形組んでゴリ押しで突破できちゃうっていうのがね、まあこのデッキの強み、そしてまあ文句とかのね弱点だったりでもあるので、まあ皆さんもぜひねやってみてください。チャンピオンなくてもね、はい、ダックプレイエリボボで組めますよ。というわけでお疲れ様でした。またね。